歴史に残る悪女になるぞ悪役令嬢になるほど王子の溺愛は加速するようです。星4。主人公は悪役令嬢推しの人族のメス。そいつか自分が推しているゲームの悪役令嬢に転生することに成功する。そこから、本来のルートでは怠惰でわがままだったが、主人公の人格によって最強の悪役令嬢を目指すためにありとあらゆるレベリングを始めるという感じの漫画。主人公の悪役令嬢はハイスペであり、1時間20冊本を理解できたり、昨日鍛えたことが次の日には全てできるようになるみたいな感じのチート。そこから、自分の理想の悪役令嬢とは？という哲学によって、特権や権力者の前で封建制度をケチョンケチョンに論破してみたり、罪人しか存在しない罪人の村で政治行為をしたりといった、ややぶっ飛んだ理想の悪役令嬢を目指して人々の好感度が気づいたらマックスになっていたでござるの巻きをするという勘違い系作品。理想の悪役令嬢を目指しているという部分が主人公にとっての理想の悪役令嬢とは、理想の聖人君子って振る舞いなのぜ。ここからネタバレ。主人公のライバルになるメインヒロインが良い感じの殉教者に仕上がっており話せばわかるという感じの極差なのだが、その狂心的なヤバさの書き方が読んでてゾワゾワしてビモールトでね。利害や音楽性の対立というのは話してもわからないことがほとんどなのぜ。だからこの世から戦争だったり飢餓や貧困はなくならないのぜ。この部分がガンギマリした極差だったり狂心者は、一生理解できない部分なんだよね。そこがガンギマリした人族の恐ろしいところなんだよね。ゾクゾクするのぜ。作画もクッソ激烈に丁寧であり、シナリオはクッソ激烈に面白い。全てにおいて高品質の作品であり、主人公はメス文学作品のようなうじうじプレイをしないのでオスメス両方楽しめる。とても上質なコンテンツに仕上がっており、ほぼ確実にアニメ化するであろう作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル